What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。こんにちは、一歩ラボの田中です。今日も鳥取県からお届けしていますが、今日の鳥取はですね、年末に一気に積もった雪が、ほとんど溶けてきていて、寒い日は続いてはいるんですけど、天気のいい3連休の中日になっています。ちょっと今日が初めて第1回目の記念すべき収録ということで、若干僕もカミカミになりそうなところはあるんですが、素敵なゲストをお招きしてますのでお話ししていきたいと思ってます。では今日も素敵なゲストに来ていただきました。今日はですね、実は僕が今一歩ラボの仕事をしながらも鳥取県の事業に関わっているんですが、そこの仕事で普段ご一緒している方です。ご所属が鳥取プロ人材戦略拠点の、角田雄介さんです。では角田さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。普段あれですね、ちょっと職場で顔合わせするんですけどこんな形で話をする機会ないんで新鮮ですね。新鮮だし緊張しますね。なんか新生活の角田さんの服装とか、普段僕はスーツじゃないですか、はい、そうですね。だからなんかそういう格好もちょっと新鮮だなと思いながら確かになかなかですよね。山系が好きなんで、こっちかちょっとノースペース、ノースペースさんの、はい、あれですか、普段からアウトドア系の服を着てる感じ。ああ、が結構好きですね。じゃああれですね、スーツとなるとちょっと普段は着苦しいですね。ちょっと着苦しいですね。もうちょっとラフな形で行きたいですね。いやそうですね、ちょっと僕もそう思ってますが、と職場の状況的に難しいということで、そうですね、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、普段僕らが鳥取プロ人材拠点でやってる仕事としては、県内企業さんに主に都市部にいらっしゃる、かつ副業を希望していらっしゃる方々をご紹介してマッチングするみたいな事業をしてるんですけど、ここの仕事に行き着くまでに、角田さんいろんな仕事を経験されてるっていうことは簡単に職場で話はしてきてたんですけど、そうですね、今日はもうちょっと深いところまで前からお話ししてみたいなと思ってたんで、ちょっとお聞きできればなと思うんですけど、ちょっと最初に角田さん簡単にで構いませんので、自己紹介お願いしてもよろしいですか。わかりました、はい。改めまして、私角田雄介と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。鳥取県倉吉市の出身で、はい、年齢は32歳、田中さんと2つ違いになります、はい。で、趣味はですね、基本的にはこう休みの日は釣りをしたりとか、はい、料理をしたりとか、はい、しています。で、特に釣りはイカを釣るのが好きなので、いわゆるエギングっていうものをしているので、はい、また釣れたらお持ちしたいなと。お刺身で食べたいですね。お刺身ですね、わかりました、ちゃんと大きいの釣ってきますんで。私の経歴なんですけれども、大学は東京の方で行ってまして、でそこで卒業した後、新卒で金融機関に就職しまして、でそこでいろんな経験した後に、鳥取県で地方創生であったりとか、こう貢献していきたいなって思いがあったので、それで U ターンを決めて、転々としたのはしたんですが、その後は事務員を主にしてまして、医療機関に特に長くいたので、はい、ちょっとではありますが医療関係のこともちょっと知識があるというところになってまして、でそれで現在は鳥取県立ハローワークの鳥取プロフェッショナル人材戦略拠点で、企業支援という形で、業務を行っております。なのでここに行き着いたきっかけというか、自分自身がやっぱり鳥取県に U ターンしてきて、働くだけで地方創生とか貢献につながるんじゃないかってどこかしら思ってたんですけど、ただ実際働いてみると、やっぱりそんなことはないって言い方は語弊があるかもしれないんですが、やっぱりこう自分が直接支援っていう立場に回らないと、こう体感はできない、実感はできないっていうところがあったので、それでちょっと今の仕事にチャレンジする機会があったので、参画させてもらってるっていうような形にはなっております。なるほど、はい。じゃああれですかね、僕もそうだったんですけど、高校卒業してから東京に出られてるということだったんですけど、もともとはあれですかね、なんか都会に憧れがあってちょっと県外出てみたいなっていう感じだったんですか。いや、お恥ずかしい話、あまりちょっとそういったモチベーションがなくて。ああ、本当ですか。はい、
高校時代もかなり部活を頑張ってて、アーチェリーやってたんですよ。でそれでインターハイとか、まあ、ありがたいことに運よく出れたりして、うん、まあ、本当に部活を一生懸命やってる中で、うん、じゃいざこう大学受験どうしようってなった時に、うんうん、どこでもいいかなっていうところが正直思っていて、うん、まだその頃はあまりこう自分に対して何かこうやっていきたいっていうような目標となるものがなかったので、うん、まあ、それでまあ東京に行ってみたら何か変わるのかなっていう軽い思いで、はい、行ったという形ですね。なるほど。いや、なんかね、あの東京とか大阪に行ってタイっていう友達結構周りいたじゃないですか。いましたね。奈々さんもてっきりそういう流れかなと思ったんですけど、じゃあ、そういうわけじゃなくて、まあ、ご縁があったから東京に行かれて、そうですね、っていう感じなんですね。はい、なるほど。で、まあ、最初の仕事があの金融関係だったっていうこともあったんですけど、もともと金融に行きたいと思った理由って何かあったんですか？そうですね、でもやっぱり金融に行きたかったきっかけは、うん、あの人の役に立ちたいっていうところがずっと自分の中でありまして、うん、はい、でちょっとこの収録前にさっき田中さんと軽くお話しさせていただいたんですが、うん、あの私角田祐介という名前でして、うん、で祐介っていう漢字にですね、どちらも助けるっていうような意味合いが入ってまして、うん、はい、なるほど。それを自分の中で小さい頃からなんか使命というか、なんというかそういったところを感じている部分がありまして、でさらにもう一つ付け加えると、高校の時にかなり可愛がってくれた恩師がいまして、でその恩師が、角田は鳥取県で働いて地方創生に関わってほしいっていうことを言われたことあるんですよね。あ、先生から言われたんですか？あ、そうなんですよ。お前にはそれをできる力があるって言われて、だからそれがずっと心に引っかかってて、あ、そう、恩師だからそれぐらい心を開いていた先生だったんですね。そうなんですよ。なんでそのまあきっかけというか、まあ、いつか鳥取県にこう何か自分がこう力になれる、うん、なるためにはやっぱりこう都市部で経験を積む必要があるのかなっていうところで、まあ、そこでこうご縁があったので金融機関っていう形で働いておりました。なるほど。ちなみに角田さんの祐介っていう漢字、あのもちろんのこの番組の詳細欄にも書かれてるんですけど、はい、口頭でもちょっと教えていただくと、どういう漢字になりますか、祐介って？あ、私の祐介は示す辺に右なんですよ。あ、はいはいはい、はい、と、あとは松坂大輔の介ですね。あの車に裏みたいな字なんですけれども、はいはいはい、あ、これどっちも人を助けるって意味がある感じなんですか？そうですね、助けるっていう意味合いが入ってるんで、へ、ね、両親が笑いながら、あの助けるっていう思いをちょっと強く持たせすぎちゃったかなっていうことを持たせすぎた言われることが多いんですけど、ギブアンドギブみたいな少しすぎるみたいなそうなんですよ。でもいい、素敵な名前ですね。この感じでそういう意味があるとは全然知らなかったんで。あ、いえいえ、多分まあいろんなね意味はもちろんあるので、うん、その一部としてみたいな感じ。いや、じゃあまあその恩師の言葉、あのまあ地域に地元に貢献してほしいみたいなことがまずっと残ってるっていうのが、まあ、多分角田さんの心の中でずっとあるなと思うんですけど、そういった気持ちが、まあ、ずっと自分軸に自分軸としてあって、まあ、その基準で仕事も選んできたみたいな感じだったんですか？あ、そうですね。あ、で金融機関はまあ東京だと思うんですけど、そっから U ターンで鳥取に帰ってきたんでしたっけ？あ、そうですね、そっからもう U ターンで帰ってきて、はい、いくつか仕事をされましたと。そこの仕事は細かくはあの大丈夫なんですけど、まあ、どういった業界であの仕事されてきたんですか？あ、そうですね、今合計で今合わせると3社経験してまして、でいわゆるこう金融機関の後に行った先は運輸業ですね。旅客運輸業で、その後にまあ医療機関に行ったっていうところで、でもどちらもあのいわゆる、そうですね、運輸関係はこう公共のための役に立つっていうようなイメージ感もありましたし、で医療機関は患者さんという立場の方がいらっしゃって、で医療を提供する、まあ、本当に人の役に立つっていうようなお仕事ではありましたし、で、あとは私その鳥取に帰ってきてからは事務員をかなりこうずっとしていましたんで、やっぱりこうサポーターというか、まあ、黒子の立場というか、こう人を支えて仕事をしていくっていうところが、やっぱり先ほどお話しした、まあ、役に立つとか助けるっていう意味にはこうつながってくるのかなっていう部分ですかね、経歴は。まだ日本語は変です。いやいやいや、ありがとうございます。
なんか前角田さんと話をしてた時に、はい、あの前はそれこそ生徒会長とか、はい、まあ、トップに立つ仕事されてきたことが多かったと思うんですけど、はい、こう誰かのために役立つことをしたいって結構あの黒子男なんで、はいはい、トップよりかはなんていうかこう縁の下の力持ちというか、はい、そういうところかなと思うんですけど、はい、なんかそこの気持ちの変化とか何かあったんですか？ポジションがちょっと変わったんですけど。そうですよね、はい、ありがたいことに、まあ、小学校、うん、中学校生徒会長させていただいて、うん、で、うん、中高の部活でも部長してて、もうやっぱりこう自分がリーダー中のリーダーですよ。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。自分自身がそうやってあのみんなの、上に立ってこう動いていくっていうことが今まで多かったんですけど、その経験があったから、うん、まあ、あのいわゆるこうサポートの方にも回れるっていうような、その経験からサポートとかもできるみたいな形にはなってきたんですけど、うん、そこに転換した理由は、うん、そうですね、やっぱりこう上に立つっていうことってすごい、うん、そうですね、良くも悪くも、うん、まあ、難しかったりもしますし、うん、あとはこう昔はどちらかというとこう自分が思ってることが、うん、こう正しいっていうような思いを持ってることが恥ずかしながら、うん、わかりし頃はあったので、うん、いや、わかります、わかります。そうですよね、うん、その思いの中で自分がトップになってまとめ上げていけば、うん、まあ、チームや組織が良くなっていくんじゃないかっていう思いはあったんですけど、うん、でもやっぱりある一定の年齢になっていろんな経験をしてくると、実際うまくこう回せる方っていうのは他にもたくさんいらっしゃると思いますし、逆を見たらこう自分が上に立ってる時にそんなにガツッとこうサポートしてくれるみたいな人ってあまり多くなかったようなイメージがあって、だったら自分がその、まあ、トップを張ったことがあるんだったら、じゃあサポートを徹底的にできる人材になればバランス取れるんじゃないかなっていうところで、それが転換期みたいな、転換した際のイメージみたいな感じですね。なるほど。いや、今の話めちゃくちゃあの僕も共感でして、僕もあの、まあ、小中高かなの時は、部長とか生徒会長までなかったんですけど、生徒副会長とか、はい、あ、すごいですね。あのやってたんですよ。多分妻と同じような見方を周りからしていただいて、はい、こういうポジションに就くこと多かったんですけど、いやいや、なんで結構自分の意見とかもこう言うことも多かったし、それが正しいだろうというあの個人的な信念のもといたんですけど、それこそ僕もその大学進学で大阪に出てから多分変わったんですよね。その一気に関わる人が増えて、あの自分よりもなんかこう優秀に見える人とかがたくさん増えた分、自分トップじゃないなっていうのをなんか気づいたというか、自然に感じたというか、そっから僕もあれですね、サポート役に回ろうっていうことが一気に増えたんで、結構あれかもしれないですね、周りに誰がいるかっていうことでそういうポジショニングってちょっと変わってくるんでしょうね。そうですね、うん、でも意外ですね、田中さんみたいにこうダイバーシティだと、ダイバーシティあんまりそういったねイメージがなかったんですけど、うん、確かに今はイッパラボっていう会社の起業したんでトップではあるんですけど、まあ、この起業するっていう手段を選んだからトップにあるっていうだけであって、多分他の企業さんとかで働いてる場合はやっぱ誰かを上に置きたいって思っちゃうかもしれないです。ああ、うん、なんで参謀役とかがちょうどいいんじゃないかなとか思ったりしますし、あ、まあ、今ちょっとあのうちのね事業にも関わっていただいて、我々がちょうど参謀みたいな形で、あ、そうですね、あ、じゃあ我々はちょうどいいところにいるかもしれないですね。会社員ですね、今会社員としてはちょうどいいところにいるかもしれないですね。本当ですね。なるほど、ありがとうございます。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。